ピンポンと土壌の友情がですね、ようやくですよ。こんな感じ。ようやく。うん。あの、ピンポンの賢さはね、まあ、尋常じゃない。すぐに拗ねるし、まあ、こう指出しただけで、あ、ご飯だっていうところがね、もう分かってくれてるんですよね。これパッケージに入ってるんで、匂いとかもしないはずなんですけど、まあね、土壌さんもピンポンもね、急いでくるっていうことはもう分かってるんでしょうね。うん、こんな感じで水草に引っかかっちゃってこういうところなんだよね、ピンポンのね、あの可愛いところは。うん、はい、水草溶けましたよ。はい、どうぞどうぞ、おいでおいで、土壌さんが先に食べてっから。はい食べたたまんないよね。ピンポンと土壌はこうやってね、向き合ってご飯を食べる中に回復しましたからなんかでもね、最近ね、土壌さん結構おとなしいんですよね。ピンポンがね、ちょっとあのこう食べ散らかしちゃうんだけど、土壌さんもちゃんとピンポンが食べるまで待ってるんですよね。こんな感じで、うん、この前まではさ、一気にさ、こうちょっと、いや土壌さんが全部持っていっちゃった、持ってきちゃったんだけどちょっとピンポン、そりゃ逃げるって、うん、ダメだよ、キスしちゃ土壌行っちゃったよ、うん、この前全部さ、あのご飯奪われてたのにさ、どうしたピンポン、ちょっと強くなったな、うん。